小賀新明は中央競馬美穂トレーニングセンターに所属している長教師。父は小賀和隆元長教師で、大王子に小賀義三元長教師、伊藤子子に小賀正敏長教助仕組み合委員長と小賀春次元騎手。祖父のいと子に小賀松木元長教師、その娘婿に小賀文夫長教師がいる。1991年9月に JRA 競馬学校休務員家庭に入学する。1992年1月より、美穂・飯塚義継旧社所属の調教休務員となり、4月より、美穂・藤沢和夫旧社所属の調教助手となる。2005年2月に調教師免許を取得する。2006年3月1日付で旧社を20馬房で開業する。 ちなみに父は2月28日付で定年で引退したため、現役の親子調教師にはなれなかった。同期開業には松永正宏調教師らがいる。3月4日、初出走となった中京競馬場での第6競争は13番人気だったコメット3さんが6着となる。3月11日に中山競馬場で行われた姉ネモネステークスで、 朝日ライジングが勝利し、延べ2戦目で初勝利を挙げる。2006年4月4日に船橋競馬場で行われたナイスステッキ特別にラッキー勝利が出走し、地方競馬初出走を果たし5着となる。7月2日にハリウッドパーク競馬場で行われたアメリカンウォークスインビテーショナルステークスに朝日ライジングが出走し、 日本国外の競争及び国外 GI 初出走を果たし2着となる。2007年、クイーンステークスを朝日ライジングが正史重賞初勝利を挙げる。2010年、優勝品馬をサンテミリオンが正史 GI 初制覇した。6月19日の福島競馬場第9競争で JRA 通算100勝を達成。2013年の新潟ジャンプステークスを アサティスボーイで生死障害重症発生派。以降およそ5年重症タイトルを取れていなかったが2019年の愛知杯をワンブレスアウェイで生死、久しぶりの重症制派を達成した。カッコ内は当該場の優勝重症競争、太地は GIQ 競争。ありがとうございます。